はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金コレク、今回はねお知らせにありますが、第2弾ねメトリシツ第2弾第3弾キャラ復刻やっていきましょう。竜神ウォッチがゲットできるということで、あ、復刻か、時計の書ね。すごいね、こんなにニノシノロの矢の塔12、14かな、14体復刻、なんかゲーム終わるんじゃねえかっていうようななんかすごい復刻ですね。行きましょう。一応福龍さんとかね、まあ、この辺りのメンバーとにかくねスキル2が強いんだよね。なのでまあ選べるね、ある人はいいねって感じですけどね。はい、でこっちの系はね私結構持ってるんですよ、昨日と違って。なんで一応こいつらみんな持ってんじゃないかな。はい、灰の大地も持ってるし、あ、これ持ってないな、氷をボスだったっけね。行きましょう。こいつも持ってるしな。あ、怪病かまいたち持ってないわ。ただしスキル2がいいんだけどな、スキル2の書がねえよっていうね、そんな感じか。行きましょう。また1日復刻ですね。すごい、今度は ZZZ 以上が 5.5% ですね。これほんとゲーム終わるんじゃねえかっていう、大丈夫かななんか心配になってきちゃいそうな画者ですね。なんでこんな復刻やるんよ。さあ行きましょう。一応これで特攻が増えて、やばいな、横取り自分にとっていいと思ってたけど、よく考えたら相手も強くなるじゃねえかっていうね。なんかこれちょっと失敗したな。この復刻超いっぱい復刻出て、これだったらなんかね先にこの復刻たくさん出る前に終わらしとけばよかったな。めっちゃ復刻が、超特攻がめちゃ増えちゃいましたね。行きましょう。まあ基本的に限界突破狙いだな。だからちょっとごめんなさい、10連で終わりにしましょう。いや、これ横取り相手強くなっちゃったな。自分も強くなれるけど相手も強くなるね。これはちょっと困ったことになったね。まあ一応大丈夫だと思うけどな。さあちょっと運落としていきましょう。確率はめっちゃ高い。まあでも竜神ウォッチねかなりいいので、うん、10連でも価値がありました。さあ虹1個ですね、いきましょう。せーの、トン、お、止まった、持ってないの、ラッキー。さあ何でしょう、持ってないの結構ないけどな。あ、お前か、これ膨らむやつですよね。俺様の力に惚れちまったか、いいぜ、お前守ってやれよということで、まあ、ぶっちゃけこれスルーでいいんじゃねえかなっていうね。はい、そんな感じですね。まあなんでかっていうとスキル2が強いからなんですよね。スキル2が強いから、なんかねこれはちょっとねスキル2強いのが集まりすぎたっていう感じがしますかね。おう、ぬらり。なんでまあいいかなと。で一応竜神ウォッチについてはこれか、昨日のねドラゴンウォッチよりいいと思ってまして、熱粒子のねこっちは攻撃特化、昨日はヒットポイントの方が強いってやつなんで、まあこの分だとなんか明日また復刻あんのかな、なんかそんな感じもするんですけど、ちょっとねさっきも言ったけど特攻がめっちゃ増えてしまって、これはちょっと怖いね。よいしょ、攻略、横取りで相手もね強くなっちゃって余計なあれですよね。すごいなこれ、結構福龍さん真ん中にしてる人多いので、うん、これはめっちゃ多いななんでちょっと誤算かもしれないですね。あ、やだな、負けたらやだな。
まあ自分も入れればいいんだろうけど、なんかあんまり入れる予定ないんだよな。あ、でもこれか。勇ましい豪傑でやってるからクローン黒竜でやればいいのかな。はい、そんな感じですね。今回の復刻ちょっとでもほんとゲーム終わるんじゃねえかな。どうなんでしょう。リューター強いよね。はい、これね、自分以外のヨカプニがひたたず使った時に自分の画税ゲージ溜まるね、発動ね。はい、で必殺も強いと。でこの伏竜さんもね、復活スキルなんですけど、これはスキル2がねいるんだよね。なんで復刻はまあ思い切ってやんないっていうのも一つの手なんじゃないかな。クローン黒竜はボーナス玉ですね。ボーナス玉3つなんだな。でもデカプに降ってくればまあまあいいので、あと技ゲージ残るもねループに使えますと。竜道強いよね。竜道は攻撃力アップですね。なんでスコアタで使いましょうって感じだね。デカプに降ってくるもいいですね。いやー、これ前回青年期当たって光姫、光姫だっけ、溜まった状態スタートだもんね。で私スキル2持ってないと、タップでデカプリだから、まあまあ、これこの前昨日ゲットしたんか。禁術これはあれだもんな、ニャンボだもんな。で格闘が今回復刻にいなかったので、まあ格闘、あとは格闘ぐらいですかね。もう私がほんと限界突破しないで大公開した伏竜さんね。で、あとブラックサンタもいなかったんで、なんでシリーズというよりなんか特殊イベントみたいな、それの復刻だけがね、これはね、ニョロの種族効果アップで、まあこれもスキル2だからな、本当に難しいところですね。はい。で、今回ゲットしたのが鬼釜で、これがね、つながりやすくなると、つなげたときサイズアップね、はい、膨らむやつなんで、これはこれでね、いいやつですね。はい、ということでこれでちょっと横取りとっとと終わらせればよかったですね。失敗したな、こんなことが起こるとは。はい、であとは一応今日で、12日目からラスト4日なんで、最近の健康だ、健康じゃねえ傾向だとラスト4日からラストチャンスが、前回はそうだったんですけど、まあ、もしかしたらさっきのね、伏竜さんサンタとか、あと格闘とかね、そっち系の何周年イベントとかクリスマスイベントとか、そっち系で派生した滅竜たちが復刻で、もし明日も復刻来ちゃったら、なんか本当ゲームの存続が心配だなっていう、なんかそんな感じのフル復刻じゃねえかってね感じがしてしまいました。はい、で一応横取りはね、6まで終わってて、6はね5個目が落ちまして、7もね実はね5個目落ちたんだけど、横取りされちゃったんだよな。ピンクがね落ちたんだけど、さあ今回ニョロロンが落ちてるんで、ちょっと危ねえなっていうね。はい、あのさっきのね、あのあれも加わってしまったので、ちょっとニョロロンだけ倒すのめんどくさいなっていうね、そんな感じしますね。ちょっとニョロで今回勇ましと豪傑が来てしまったんで、はい、まあちょっとこれ本当は5個落ちるんですけど、まあやっちゃおうかなっていうね。はい、そんな感じですね。横取りチケットは11枚あるんでね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応明日復刻あるんかん、ちょっと明日復刻あったらあっただけちょっと心配だな。ドラゴンウォッチ、あ、竜神ウォッチあるから、竜神ウォッチの章をちょっと最後使って終わりにしましょうか。今回はね、竜神ウォッチ、あ、私初めて使うんだ。まあとにかくね、ちょっと心配だな。こんな一気に復刻するもんかね。いやーでもちょっとほんと横取り怖いな。横取りどうしようかな。あ、でもあれだ、せっかくだから伏竜さんとかも使うか。さあ竜神落ちこっち行きましょう。こっちは覚醒竜太ですね。
行きましょう。これでもちょっと横取り相手マジで強くなるな。24,000だから一発で、はい、さよならなんですけど、福龍さんはねデカップに降ってくるなんで、はい、これね技ゲージが溜まりますよっていうね、そんな感じですね。2体いないんだね。龍神ウォッチ、ドラゴンウォッチの方2体いたから集めやすかったけど、こっちの龍神ウォッチの時計の書の方は1体しかいないんで、ちょっと1体ずつパーツ集めるんで、これちょっと注意した方がいいですね。はい、そこだけ注意点ですね。龍神ウォッチどうなんだろうな。こっちはパーツがもう見えねえな。はい、どうしようもねえな。はい、まあ、まあまあまあそんな感じですね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。復刻明日もあんのかな。